しっかり返してくれればランナーを。そうですね、はい、いい打球角度ライトも極めている。本田井上逆転のツーランホームランはライト上段に突き刺さりました。今ゆっくりと井上ホームイン。3対2この試合も取られたら取り返す本田の攻撃、すかさず逆転。いやー岡野さん、この井上のバッティングです。そうですね、あの1球目の入りを見たら一塁歩かせるっていう選択肢もあったかと思うんですけど、ヤコさん勝負いきましたね。おそらく木浪の頭の中では歩かしてもいいつもりで言ってたと思う。ホームランを先ほどの打席放ちました。しかしここはサウスポー庄司との対戦です。いや岡野さん、ちょっと手に汗握りますね。ここはそうですね、こういうところで打ってこそベテランのあれですかね。ツーアウトランナー一塁二塁、三遊間抜いていきます。二塁ランナー三塁を蹴ってホームに帰ってくる。いい送球はセーフ、セーフだ。足が入っていました。本田1点返しました。5対4、5番井上のレフトへのタイムリーヒットでした。いや岡野さん、さすがのベテラン、これにつきますね。そうですね、よく初球から打ちに行きましたね。先ほどの回、そしてこの回球数が少し多くなってきています。清岡外甘い球引っ張った、ライト線落ちます。三塁ランナーもゆっくりホームイン。バッターランナー一塁ストップ、一塁ランナーは三塁へ。5番井上勝ち越しのタイムリーヒット。そうですね、甘く入ったスライダー見逃さなかったですね。インコースからの変化球強振、ライト前に持っていきました。